ピー。あ、やっぱりクマちゃん。よきよき。私髪の毛の色もさ、ちょ、茶色っぽい感じ。髪の毛出てなかったわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回はね、クマが大好きな村長さんのいるベアー村に行ってみたいと思います。いいね。クマ住人も結構人気やしね。はい、いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ベアー村に出発。はい、ベアー村に到着。え、なんかめっちゃ可愛いんだけど、すでに。いいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、ベアーという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のベアーの世界をご堪能遊ばせ。なんかすごいポップな感じやね。この辺。はい、お着替えですね。これ何？赤花。あ、これはどっちかってことかな。え、とりあえずこっちは、クマなズボン。クマ！ヒョウ柄のスカート。なぜヒョウ柄なんだ？とりあえず、ベアー村だからクマで行きましょうか。はい、着替えます。被り物もクマやしね。あれ？服がない。服がないよ、服が。服はどこへ行ったの？この格好でよろしいのかしら？あ、あったよかった、何かと思った一瞬。ああ、ビビる。はい、クマの服。じゃーん。はい、こんな感じ。ベアー村ということで、クマの格好で回っていきたいと思います。いいね、いいね。さっきちょっと、ちらっと見えたけど、この辺にまあ、クマの絵が描いてあって、この下、このタイルめっちゃ可愛い。あ、ここにもクマいるよ。至るところにクマがいるよ。めっちゃ可愛い。ね、いいね、いいね。この村は特産品はリンゴなんやね。あ、置いてある。置いてもあった。あれかな？住人もみんな、クマではなかった。クマではなかったけど、どうもブロッコリー。この村とこの村、どっちがかっこいい、かっこいいかな？比べてみてね。てへへ。かわいい。ブロッコリーかわいい。まあ、でもクマ好きやけど、クマの住人だけじゃなく、いろんな住人を集めて、模様とか、そういう、アイデザの面で、クマが多いのね。あ、この子クマだ。心、お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？あ、男の子かと思った女の子なんやね。ここは夢みたいに素敵な村ですよ。楽しんでいってくださいね、マグ。この子初めて見た、ピッコロって言うんや。なんかあれやね、見た目も、名前的にも男みたいな。名前的にっていうのはもちろん、ドラゴンボールから想像しましたけど。あ、この空間好きかも。めっちゃ、あ、めっちゃ乙女だ。ね。ハートのイルミネーション二つの真ん中に、羽。いや、いいね。めっちゃいいね。そして周りのピンクも超いいし。ほら、至るところに、びっくりした。何が起こったかと思った一瞬。この家は誰の家？あ、メープルちゃん。メープルちゃん、クマやね。あ、じゃあ、クマもやっぱり多めではあるんかな。なるほど。うちの村に、まあ、今現在、いるのは、サブ村の方はまあ、おらん。よね。おらんけど、メイン村の方に、でかいクマの太平太がね、いるから。前までは、誰だったっけ誰だったっけ水色のクマちゃんがいたんだけど、はい、お邪魔します。水色のクマちゃん。あ、かわいい。めっちゃ緑や。超緑や。そして、クマだらけ。やっぱ、飾りますよね。でっかいクマ。ね、いいね。クマ愛に溢れてるわ。クマ愛に溢れてる中のコアラ。あ、見えない。見えないよ。どういうタイプの人？でもパッと入ってクマが好きなんだなっていう、そういうタイプの人っていうことはわかる。あ、すげえ、電光掲示板も。クマだわ。
そしてワンちゃん飼ってるのね。まあ、動物全般好きで、中でもクマが特別好きってことかな。はい、じゃあ左の部屋へ。お、今からお風呂ですか？あ、飾られてある絵も。こんな高級そうな額に入れられてるのに、超可愛いクマちゃんなんだけど。いいね、いいね。あ、飾る絵もクマなのか。もうちょっとね、なんか、この額縁に合ったような絵柄かなって思ったけど、レイコが好きそうな絵柄やったね。あ、でも可愛いもの好きやけど、すごいなんか、おしゃれもめちゃくちゃ、のね。なんか服いっぱい持ってそう。一人暮らしかな。めっちゃ洗濯物多いけど。はい、そして行って、奥の部屋はこっちからかな。だね。はい、奥の部屋へ。お、ハート、あ、この部屋の雰囲気めっちゃ好きなんやけど、私。え、超可愛くない？え、ってか、何？色使い超好きなんだけど、この、淡いクリーム色と赤の組み合わせ、え、超好きなんだけど。めっちゃ可愛い。なんか、ごちゃごちゃしとるようで、やっぱりすごい整っとんよね。何？そのみんなのセンス。素晴らしいやん。分けていただきたいんだけど。あ、なんかさ、小さい頃、小学生の時とかってさ、こういう感じじゃなかった椅子。あ、椅子に、ちょっとちっちゃめの座布団を置いとる感じ。あれ、なんであんなにちっちゃかったんかな。私も使っとったけど。が、隠れんぐらいのね、ちっささの座布団をつけてたなぁ。これあれかな、きっと、このミニチュアハウスもね、シルバニアファミリーとかで、中の動物はクマなんや、きっと。私が持っとったのは何やったんかな？ウサギ？猫？馬かな？なんかクマが一番スタンダードじゃなかったっけ？違ったかな？ウサギかクマかっていう感じやった気がする。なんかめっちゃプレゼントの山があるんだけど、これはちょっと早めのクリスマスプレゼントかな？クリスマスプレゼントもきっと中はクマちゃん、クマちゃんアイテムがいっぱい入っているのだろう。あ、そしてやっぱり女子力高めの、ね？メイクボックス。あんだけ香水がいっぱいあったけね、多分メイクもすごい好きなんやろうなって感じ。はい、そしてって、右側の部屋へ。お、右側、あ、トイレ？トイレが真っピンクだわ。これは、あ、なるほど。絵じゃないね。絵かと思ったけど、CD ジャケットか。なるほど、なるほど。やっぱり、あれなんやね。トイレであろうが、どこであろうが、一部屋に必ず一つは、クマちゃん。そしてやっぱり絵も飾ってある。これは何の絵？小花柄みたいな感じかな。な感じ。ね。なんかそれぞれ、部屋によって、なんかすごい、色が統一されとるね。はい、そして、あ、2階はめっちゃ落ち着く感じやね。ログハウスっぽい。家の中でハンモック。うちはね、家の猫ちゃんがね、ハンモック好きやけんさ、結構いい猫用のハンモックを、家の中に、あるんやけど、これいいね。このクマちゃんのやついいね。これあれかな、外にあったタイルと同じクマちゃんかな。なんかそんな感じじゃない。あ、そしてここ2階にキッチンがあるんやね。なるほど。よき。お鍋、今日はお鍋ですか。やっぱ寒いからね、ちょっと暑い日があったりとか、ここ数年何気に気温がおかしかったりするけど。あ、これあれよね、アロマポットかなんかよね。これも、あれなの？リメイクができるの？なんか私白いやつしか見たことない気がする。ピンクや、ピンク。かわいわい。はい、そして地下へ。あ、地下は子供部屋？あー、もうあれだ。クマちゃん好きの英才教育がなされている。もう小さい頃から、いや、あなたはクマちゃんを好きになるんだと言わんばかりの母親の洗脳。いや、いいと思う。ほら。だってさ、ベッドで寝るやん。寝てはって起きたらクマちゃんが横におるけんね。
いや、素晴らしい、素晴らしい。めっちゃいい。あれはパンダか？パンダと、クマちゃん。クマ科だからね。両方、クマっちゃクマだからね。いいね、いいね。私、このカラフルな家具のさ、パステルチックな感じ。このリメイクめっちゃ好きなんやけど。かわいいよね。あ、あれは、飴のやつか。うちにもね、なんか、ペコちゃんのペロペロキャンディーの、ああいう飴のボックスが置いてある。最近飴あんまり舐めんけど、喉飴ぐらいかな。はい、それじゃあ2軒目行こうか。あ、ここの住人さん、どうも。よろしく。すみさん、よろしく。あ、顔出し看板がある、あっこに。あれやね。住人さんの家？家は、なんかこの真ん中に、二つ揃って置いてあるのね。置いてある。立ててあるのね。どうも、こんにちは。よろしく。すぐちみゆちゃん。まさかのフルネームだった。お邪魔します。お、ここはお店？お店だ。なるほど。びっくりした、一瞬。あ、なんかレジ二つあるね。で、お店ちょっと分かれとる感じなんかな。ここは、なんかちょっとコンビニっぽい雑貨屋さん。雑貨屋さん。まあ、ちょっと飲食料が置いてあって、ここちょっとイートインコーナーがあっての、デザート屋さんみたいな。なるほど。よきよき。そして商店が集まってるわけね。はい、それじゃあちょっと左の部屋へ。お、左側は、なんか不思議な空間。これ下なんて書いとんやろ？あ、ブティックって書いとんか。へぇー。なるほど、ブティックやって、超おしゃれ。いいね、いいね。なんかすごい、ね、色合い的に、超不思議な空間なんやけど、あ、ちゃんと試着室が。さっきの一軒目の家を見ても思いよったけど、おしゃれな人が住んでる村だから、やっぱりこういうおしゃれな店があるのね。ね。はい、それじゃあ、ここは奥はなくって、右側の部屋に行きます。あ、右側はおもちゃ屋さんかな？あ、やっぱりもうね、馬好き村長さんというだけあって、馬を大量に取り扱う おもちゃ屋さんを、こうやって配備してあるわけですね。素晴らしきやん。村長御用達やる、きっとここ。多分また子供のために、子供のためにって言いつつ、本当は自分のための熊を大量にここから買っていくはず。でももしかしたらもうあれかもね、村長さんが持ってない熊がないかもしれない。お取り寄せ式になるかもしれんけど。はい、そして、2階へ。お、2階はゲームセンター。あ、いいね、いいね。私こういうさ、なんかクレーンゲームコーナーめっちゃ好きなんよね。なんか結構さ、みんなメダルゲームコーナーとか、あとなんか体動かす系？なんかダンスとかギターとか、太鼓の達人だとか、ああいう系のところにめっちゃ人集まっとるけど、私クレーンゲームのところめっちゃ好きなんよね。なんか、見ていきよるだけで楽しくない？こういう空間。本当にこういう感じよね。こっちもこっちもクレーンゲームで、みたいな。その中から自分の好きな、ぬいぐるみだとかなんだとか、あるところを見つけると。あれなんか、アームが強いやつとかはね、あ、すごい！これをゲームセンターに。なるほど。そういう使い方もあるのね。確かにまあ、ぱっと見こんな感じのゲームはあるよね。すごい、そういう発想がなかった。はい、そして地下へ。お、地下はアイスクリーム屋さん。いいね。あ、壁紙かわいい。めっちゃかわいい。いいね、いいね。ここでアイスを買って、割って食べると。なんか周り、水色とか青とかで、ちょっと、涼しげな感じ。ひんやりした感じ。
な雰囲気になってるよね。よき。31とかさ、結構行列できたりするやん。特に 31% オフとか、そういう時。普段から列あったりするけど、なんかああいう列に並んどる間に、ケースの中を見て、なんか最初に一応、何この商品を食べようみたいな、決まっとるけど、並んどる間にはこっちの方がいいなとかなんか、いや変わったりするよね。種類ありすぎて。はい、それじゃあちょっとあっちの顔出し看板に。顔出し看板ね、ちょっとチラッとしか視界に映ってなかったけん、どういう感じのかが気になるんやけど、やっぱりクマちゃんなのかしら。クマちゃんなのかしら。この辺にあったよね、さっき。あったー！ハッピー！あ、やっぱりクマちゃん。よきよき。私髪の毛の色もさ、ちょ、茶色っぽい感じ。髪の毛出てなかったわ。髪の毛出てなかったわ。え、でもめっちゃいい感じじゃない？一瞬これが髪の毛と錯覚してしまった。髪の毛はもうちょっと薄い色だったわ、私。はい、こんな感じで。村全体がすごいカラフルなんよね。おー、びっくりした。すみません。すごい、到着した途端に、かわいいなと。待って、こっちだわ。リンゴが並んでたのが目印ね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやもうなんか、クマ住人がどうとかより、めっちゃクマ好きというのは伝わってきたね。全面に押し出されてたね。